ボッシュのペット探し物語だけじゃない第2回始まるよ。今回は街で情報をがっつり集めて、スージーちゃんを見つけ出すぞ。便利屋ではありますが、レンジャーにもプライドがあり、家の掃除など、家政婦的な仕事は、かなり嫌な顔をされるようです。まともな仕事に就けない人間の、最後の受け皿なんですかね？北には行く必要がない、全滅するぞ。ということですね。南のふたびさんが怪しい、と。猫が食べられたって。見たの？門番もふたびさんですね。猫、犬を食べる野生児かな？住民の話を総合しますと。とにかく南のふたびさんに行け。北には行くな、ですね。出征前に、装備を確認していきましょう。本作は装備購入時に、現在のって、小銭しか持ってないじゃないか。ドラクエよりひどいぞ。まあいっか。当然の権利のように喋るこれは、忘れ去られた、竜の神の石像です。エヴァ教が勢力を拡大し、信者も激減。今は愚痴を聞かせるのが仕事です。ちなみに、服用はセーブポイント。がっつり利用させてもらいましょう。下に見える見せ物テントは、入場料が払えないのでスルー。目玉組は、いわゆるスライムですね。しかし、レベル1の一撃では倒せません。倒せないって、解説してるだろ。二人して必殺を出すな。必殺は、会心の一撃です。の割には、結構な頻度で出ます。敵が防御すると動きが止まるのは、細かくていいと思った。ね？倒せないが、アラーム出ちゃった。どうすっかなぁ、収録なぁ。まあいっか。レベル上がっちゃったし、このまま進めー。あ、さっき覚えた一休みは、時間を進める特技です。一部、時間限定のイベントがあるので、そのためのラナルータですね。お、オープニングで大変お世話になった、ガンヘッド先生です、10年ぶり。あの頃、あんなに強かった先生も、大人の腕力の前では負け犬同然。直接手を下すまでもありませんね。突撃で十分だな。とはいえ、ちょっと手こずったので、4倍速でお送りします。ボッシュが、リリフ、を覚えました。効果は、単体 HP40 回復です。うん。誰かひそひそ話をしてますね。ボッシュも独り言を言っていますが、聞かなかったことにして進みましょう。見るからに体に良さそうなこれは、期待を裏切らない、回復の泉です。人面蜘蛛は、HP こそガンヘッド程度ですが、ご覧の通りの暴れん坊です。レベル2では事故が起こりますね。さて、敵の確定先行なので、もう竜の命は風前の灯火です。痛いっしょ。ボッシュ助けて体力満タンで棒立ちか、親友としての根性見せろ。さあ盛り上がって参りました。逃げ真面目にやれ、生き残る気がないのか。ラストチャンス、はい。全滅すると、無慈悲なタイトル画面直行ではなく、最終セーブの街からの再開となり、所持金が半分になります。じゃ、戻ります。また来ちゃ悪いんですか？さ
さて、先ほど見ていただいた通り、今の戦力では、散歩すらままなりません。この二人さんを突破するには、ある程度のレベル上げか、装備購入が必須。ということで、この回復早速デスエンカ来た。狙う、を外したら負けるぞ。ボッシュの特技、狙うは、確率で、敵単体の HP を 100% 削ります。外すと、固定1ダメージです。毒針よりは、当たると思います。人面雲は HP22 なので、言うに、リリフが正解でしたね。ボッシュの活躍により、なんとかデスエンカに対処できました。薬理は毒の治療魔法です。ここが一番の見せ場ですね。さて、レベル上げの目標ですが、安心と安定のレベル5と設定しています。ボッシュ、レベル5で覚えるカテクトが、超クッソ優秀なのです。飛ぶぞ。3匹塩化はやばい気がする。集中したら、乱数込みで約30ダメ。避けさすがの U3やで。避けたけどなぁ、次のターンどうするかなぁ。これは仕方ありません。ボッシュに、回復と肉盾をお願いしましょう。ボッシュ、助けて。さすが相棒、今度は見捨てなかったな。U の怒りの必殺も決まり、一戦攻勢、気持ちいい。しかしまあギリッギリですね。初期装備では6に歩けません。レベルアップしなかった。そんなこんなで、しばらくレベル上げをしました。成長した姿、見ろよ見ろよ。楽勝になってる、発揮率良くなったんだね。ボッシュの狙うは、本当にこの時期の救世主ですね。次に活躍するのは、とある小島でのレベル上げの時ですかね。ボッシュのレベル5、カテクト確認。ついでにユウもレベル5にしますか。カテクトの効果は、単体防御力アップ。スカラやプロテスのようなものです。敵の数も多いし、ちょっと効果を試してやんよう。U さんの反撃率が高すぎて、ガンガン敵を葬っていますね。かろうじて一匹残りました。次のターンに、最後一発殴って。行動前だったのか、しかしボッシュ狙い。あ。U もレベル5になりました。そろそろ先に進みましょうかね。先ほどの、敵高校に関して、言い訳をさせていただきますと。本作の敵は、ステータスに個体差がある、ようで。行動は、素早さ順でブレないはずが、たまーに劣等生がいるんですよね。レベル2では、大事故確定の痛恨も、もう痛くも痒くもありません。痒。では改めて、二人登山を開始しましょう。戦闘は早送りでいいよね。このファミコン並みの塩化率、ああたまらねえぜ。HP 回復は、ボッシュのリリフで行います。薬草を買いに戻るの、面倒だからね、しょうがないね。コープスは、ちょっと強いです。入ってすぐ遭遇したら負けます。今となってはもう雑魚ですね。はいはい、さようさよう。こんな手いたらくでも、経験値は雲と一緒でうま味。許す。
職の何かの声がしますね。不審者おじさんかな？む、何やつ、おなごか。はい、ということで、初めてのボス、ハーピーさん姉妹、です。下が長女、右上が次女、左が三女だと思いますが、どうかな？彼女たちの集中攻撃を耐えるために、頑張ってレベル上げをしてきましたが、次のターン大丈夫なんですかね？カテクトの見せ場だぞ。というかボッシュも食べてください。おや、仲間割れを始めましたね。この三姉妹は絶望的に仲が悪く、2ターン目に、必ずパーティーアタックをします。カテクト、リリフを順不動で仕込めば、3ターン目からは安全ですね。また、長女の HP80 に対し、次女三女は、半分の40しかありません。好き嫌いするなと言いながら、結局竜しか狙ってこないので、竜の HP にだけ気をつけながら、真ん中と末っ子、好きな方からどうぞ。カテクトでガチガチに硬くなってる、はっきり効果出てんだね。昔プレイした時は、補助魔法なんて使わなかったのですが、年齢を重ねると、補助の大切さに気づきますね。あ、もう作業なので加速します。さて、そろそろ終わりますかね？初ボス無事撃破、めでてー。とんでもなくポジティブだって、それ一番言われてるから。敵の痛恨は回避可能です。少し未来に、それが必須のボスがいます。ボッシュの AP がなかったので、泉に回復に戻りました。とんでもなくポジティブだって、それ一番言われてるから。あとは通り抜けるだけなのですが、回収不可避のお宝が一つ。これも未来のボス戦で、救済措置のように大活躍するのですが、あ、もう戦闘はカットしてます。今回のプレイでは、それはもう無駄に使っております。ここの穴に落ちれば、出口はすぐそ、今のはもう落ちてるだろ。竜がリリフを覚えましたが、最序盤しか、出番はないですね。キューストンした先には、田舎者が一人、立ち往生していました。では、先に進みましょう。ボス戦後の落石イベントで、ショートカットが開通しています。通過は楽になりましたが、回復の泉は潰れていますので注意。わーい、出口ら。赤文字で主張の強い声。おっと、先にセーブセーブ。
では改めて、ノリコちょっとステータス確認。一応ボス戦だからね。HP は全開にしておきましょう。この世界のゴキブリは、人を襲うのか。まずは前哨戦、パー、大盤振る舞い、しよう。ご覧の通り、数は多いものの、非常に非力なゴキブリちゃん。痛恨でもこの程度なので、ゆっくり殴り倒しましょう。全体200オーバー、HP10 の相手に何やってんだ。メッセージウィンドウを使った演出、なかなかやるじゃない。さあこちらが本番。HP10 倍、素早さ半分以下のデカいの。攻撃力はここらで最強。でもゴキブリに毛の生えた程度です。カテクトなんてしてないで、その AP はリリフに使おう、な。弱い。じゃ、あとは流れで。はい、これがゴキブリ最大の特徴。根性で蘇る、です。前作、ブレスオブファイアのボスの標準装備で、2ではこいつにだけ、あ、終わりましたね。3回くらい復活する夢を見たような。この、形のよくわからない服を着た、頭が肌色の老人は、ニロジジー。やってることはめちゃくちゃに見えて、意外と、常識人だったりします。今日の食事は、豚の丸茹でだそうです。丸焼きだったら終わってたよ。そうそう、一応確認しておかないとね。近頃は、豚派体験中。茹で上がったかな？どうかな？さ、スージーちゃん。ギリギリセーフ、いや、セウトでしたね。言い訳ないだろ、さっきの G の足でも食べてな。よし、これで依頼達成ですね。見た目が犬だし、ありえなくもない。とでも言うと思ったのか、けども今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。